皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太です。今日もね、私の人生ストーリーということで今日6回目ということで、大学のボート部を辞めた2年生の6月から、大学院、私は修士課程までいたので、まあ、大学6年生みたいなもんですね、までの期間の話を、したいと思います、ね、大学2年生から大学院卒業まで、ね、いうところまでの話をしたいと思います。まあ、どうしてもねこれまで あの5回の動画を見ると長い時が あるんですけども誰が聞くんだというところあるんですけれども、今回のも申し訳ないですけど長くはなるかなと。やはりこう一応私なりにもねそれなりの人生を歩んできたので、それをまあ、ね、できるだけ短くまとめようとしてもまあそれなりの時間になっちゃうのは本当に申し訳ないですけど、まあ興味ある方はね、聞いていただければもう本当にそれでありがたいという感じです。ただね丁寧に話をさせていただきたいと思います。はい、それで、勇気を持ってボート部を辞めますと言ったと。それはなぜかというと、ボート部の集団生活がどうしても水に合わなかったということ以上もありましたけれども、一番の目的はギタリストになるためだと、ね、ギタリストになるために一生懸命練習しようということで、ボート部を勇気を持って辞めたわけです、ね、じゃあその後猛練習に励んだかというとですね、これは全く手につかなかったです。まあ、全くというのは言い過ぎにしても1週間あるうち毎日はやらなかったですね、ギターの練習。まあ週に3、4日でした。その週の3、4日も1日5時間、6時間やってるかというとそうでもなくて、ほんとまあ15分とかよくて30分とかそんな感じでした。で、曲の習得スピードも1年間にまあ2、3曲みたいな感じ。本当今から見ると、それで本当にプロになろうと思ってんのっていう、あの普通のプロ目指していない生徒さんでも年に2、3曲なんてことはないよって今だったらもちろんわかるし、当時もさすがにそれはないだろうと思ってたんですけども、あのやる気は、あの言い訳かもしれませんけど、やる気はそういうのあったんですよ。やろうって、やんなくちゃいけないしやろうって思ってたんですよ。でもなぜか手につかないっていうのは本当にそれでずっとでした。あの大学に入れればずっとそれでした。うん、でね、さらにまあこれも言い訳になりますけど、数学科の生活っていうのはね、だん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 ね、あの学年を減るごとに緩くなっていくんですよ。あの大学生って、まあ、大学というのは月曜日から金曜日まで週5日授業があると、ね、で1年生のうちは週5日行かなくちゃいけないんですよ。なんですけど学年を経るごとに、あの必ず来なくちゃいけない、その登校日というのが減っていくんですよ。2年生になると週4日来ればまあいいと、3年生になると週3日来ればいいと、で4年生になっては、まあ、週1、2回セミナーというのがあって、あとプラス、まあ、1個授業があるかなぐらいの感じなんで、本当ゆるゆるなんですよ。だから最終学年に至っては週休5日制ですね。大学院もそんな感じです。週2日ぐらいですね、学校行くのは。はい、ってなもんですから、週の半分以上はあの学校行かないんですよ。うん、で数学って、まあそれはあの当たり前だけど、ダラダラしていいよっていう意味で大学の方はそういうふうにしたわけではないと思うんです。うん、数学っていうのは自分で考えるというのが非常に大切な学問であり、しかも学校にわざわざ行かなくても、まあ、勉強できるわけですよ。あの他の理系学部と違って専門的な実験道具がないとできないとか、巨大な設備がないといけないというわけではないので、まあ、参考書と紙と鉛筆であればできますから、一生懸命ね、勉強しなさいという意味で、ね、自由な時間を増やしてくれたというのが、まあ、その数学科のあり方だったと思うんです。今の数学科ちょっとすみません分かんないんですけども、ただ当時私はバカでしたから、そういうふうに受け取らずにどんどん怠ける方向に行きましたね。まあ授業もちろんあっても1年生の段階から極力サボってはいたんですけれども、余計にサボった。で学校に行かなくていい日なんかは本当ひどくて、昼の12時に起きて、ぐわーって12時まで寝てたんですよ。で起きて、でまあ体が目が覚めるのが2時3時ぐらいね。でなんか当時再放送のドラマって夕方にやってましたから見て、
ご飯食べて、でバイト行って帰ってきて、もう夜だし寝るかって寝て、でまた昼の12時に起きてという生活を繰り返してる。結局ギターやらずと、まあ、夜だしな、ギター今の時間からやってもなとかって、じゃあいつやるんだと、そんな時間あって、本当に今だったら嘆かわしいね、うん、そのバイト行く前にできただろうとね、5時間とかじゃなくてもできただろうと、うん、いうのはありましたね。あと年に 2,3 曲って一体何なんだとね、そのいい曲に仕上げなくてもいいから、なんか手つけるだけ弾くだけ弾いてみろよって、今の私だったら当時の私に言いたいんですけれども、本当やんなかった。で結局今日も練習できなかったというのは分かってるんですよ。で自分に対して本当に苛立ちを覚えてるんですよ。クソと、何なんだ自分はと、本当にこれでプロになろうと思ってるのかと、情けないとね。でバイト夜ね帰ってきて、じゃあちょっとはねやる気見せろよと内心思うじゃないですか、これ聞いてる皆さんってね。帰って少しでもいいからギター触ってから寝ろって思うでしょね。クソって思いながらこうね、原付こう乗ってるわけですよ、帰り道ね。なのにその原付は家に向かわないんですよ。どこに行ったかね、夜中のラーメン屋に行って、その食欲を満たすわけですよ。情けない、ね、学校行った日もそうですよ。学校行った日も東北大学のことご存知の方は、山の上にあるわけですね、東北大学青葉山キャンパスというのは。で降りる、あれをまっすぐ降りると国分庁を通るわけですよ。で当時の国分庁というのは今よりも賑やかだったんですね、はい。でゲームセンターがあったわけです。でゲームセンターに行って、別にうまいわけでもないのに、格闘ゲーム やって道草食ってましたね。だから帰りが1時間ぐらい遅くなる。だからまっすぐ帰れば6時には着くのに7時過ぎていると。でご飯食べ終わって8時過ぎる、お風呂入ってグダグダして9時になる、もういっかって、その連続、もう情けない、ね。だから起きんのは遅いね、道草は食うね、まあこんな感じで本当に時間の過ごし方というのが本当に全くなってなかった、うん。だからまあ自分を律するということがどれだけまあ難しいかというのを思い知らされました、うん。ですから今ね、生徒さん、逆に今私は自分で自分を律して、毎日こういう練習をしようというのができるような人間にはなりましたけれども、生徒さんね、生徒さんで、いやなかなか今週練習できなかったんですよと、うん、よく上等区では忙しくてということを言うんですけども、まあ私はそういう苦労があるから分かるんですけども、まあまずあるから何やってんですかということは基本言わないですね。いやそれじゃダメですよということはまず基本言いません。それはやっぱり私もそういう苦労してきた、うん。やっぱりね、自分で自分を律して練習するというのは非常に難しいこと、うん。だから分かりますと。で一方で多分今のあなたは忙しくなくてもあんまり練習は量は変わらないと思いますよっていうのは内心あります。それだけ結局練習できるかどうかというのは忙しいか忙しくないかではないんですよ、うん。どれだけ自分を律してコントロールできるかというね、まあ、自立、自分を律するという、ね、それがいかに大変かと。私もそれを習得するのに本当に、数年を要しました。大学の間は習得できませんでした、ね。社会人になってから、あるいはプロのギタリストになってからやっと、まあ自分で自分を律して練習とかね、計画して行動できるようになったかなということがあるので、やはりそういうのには数年時間かかるから、生徒さんに対しても長い目で私は見れるようになりました。だからその大学の時、やろうと思ったけれどもできなかったというのは非常に悔しい、思い出ですけれども、そういう意味では生徒さんに対して理解できるようになったというのは一つ財産だったかなというふうに思います。でこう見るとすごくだらしない人間、まあ、だらしなかったんですけれども、まあボート部を辞めてから結局何もしてなかったかというと、そういうわけでもなくて、まあ頑張ったなと思えることは、アルバイトを結構頑張りました。
まあ、10個ぐらいアルバイトはやったんですけど、短期バイトを含めればね、主に頑張ったのは、パン工場、あとは塾講師、あとは引っ越し、ね、これを結構、頑張りました。で、思い出深かったのも、この3つが思い出深いんですけど、まずパン工場の話をさせていただきたいんですけども、これはね、大学の、まあ、3年生の時ですね、のいわゆる冬休みの時に、3ヶ月ほどですかね、冬休みから3ヶ月ぐらい、働いていました。短期集中みたいなもんですけど、期間限定のようなバイトですけども、なぜかわからないんですけども、ロードバイクが欲しくなったんですね。で、ロードバイクってよくよく調べたら、ちゃんとしたものっていうと30万以上すると、まとまったお金が必要だということで、まあ、当時あのパン工場の夜勤のアルバイトをすれば1日約1万稼げるということは、30回ぐらいそこで働けばなんとか、ロードバイクが手に入るということで、まあ、一念発起して頑張ろうということで、やりました。まあ、内容は簡単なもので、あのショートケーキあるじゃないですか、ショートケーキにイチゴを乗っける作業。ただこれが本当に冗談抜きで、夕方の6時から朝の6時まで、まあ、休憩は多少ありますけれども、ずっとこう乗っけるという、単調だけど、もう頭がおかしくなってくるような仕事です。あとはあの商品名言うとちょっとバレちゃうかもしれませんけど、丸ごとバナナってありますよね。あれだから、バナナの皮をずっと剥き続けると、剥いておく、剥いておくっていう、そういう作業とかね、いろいろありました。まあ、単純だけど本当に、頭がおかしくなりそうなバイトでした。ただそこで、得たことというのは、最初の面接の時に言われたんですけども、まあ、今だったらちょっとありえないかもしれませんけども、言われたのが、どんな理由であっても遅刻や欠席をしたらその時点でクビにしますって言われたんですね。まあ、今だったら考えられないかもしれませんけれども、だから、風邪で休みますとか、それもダメっていうことですね。あとは電車が遅れました、それもダメということ。まあ当時のことを考えれば、それだけ募集が多かったんですね。人気のある、会社でしたので、まあ、だから君の他にも代わりはいくらでもいるんだからね、ということだったと思うんですけども、それでね、まあ、今だったら NG かもしれないんですけれども、まあそんな夜勤してましたから、昼夜逆転の生活をしてると、やっぱり体のバランスがおかしくなってくるんですね。それで完全に風邪をひきました。風邪ってかインフルエンザだったと思います。本当にしんどかったです。うん、立ってんのもしんどい時が2回ぐらいあったんですけども、その時も休まず行きました。うん、あんまり褒められたことではないかもしれませんけれどもね、今だったら何を考えてるんだということになるかもしれませんけど、そのパン工場の仕事を通じて何が何でもやり遂げるという姿勢は身につきました。ですから、教員になって以降も、その家庭の事情、まあ言ってしまえば身内の不幸ですね、以外の理由で、授業とか約束を破ったということはありませんでした。うん、多少体がしんどくても絶対にこう約束は守ると、ね、コンサートも鼻水をすすりながら、ね、演奏したこともあります。それはやっぱりそのパン工場の時の何が何でもやるという経験が今でも生きているかなというふうに思います。やっぱり、まあ、しんどかったです。すごくしんどい経験でした。はい、あとは、まあ、それはちょっと体にかなり過酷な負荷を強いるような期間限定のアルバイトだったんですけども、その他大学4年生から、大学院2年生つまり大学を卒業するまでですね、約3年間は塾講師のアルバイト、あとは大学院に入ってからの約2年間は週末ですね、引っ越しのアルバイトをしました。で、結局は最終的に大学院の2年生の時は、月にだから10万円以上は稼いでました。だから年収でいうと120万円以上稼いでました。まあ、もちろんね、世の中これよりもっと稼いだ方いるかもしれませんけれども、なかなか学生でね、まあ、一応仮にも勉強がありながら学校にも行きながら月10万年間120万稼ぐというのは、結構これね、まあ、よく自分としては頑張ったんじゃないかなというふうには思います。うん、いう感じで、アルバイトに関してはその、まあ、パン工場3年生の時のね経験があったから、まあ、それ以降もやるというものはちゃんとやったというところは、まあ、良かったかなというふうに思います。
ただ残念だったのが、その私大学3年のその大晦日の日も働いたんですよ。つまり1999年から2000年に変わるその日も働いたんですね。で、まあ皆さん覚えてるかどうか、1999年大晦日の紅白歌合戦の目玉といったら何だったか覚えてます？私見てないんですけども、モーニング娘。のラブマシーン、あとは郷ひろみのあちちですね。まあこれが目玉だったわけです。まあまあファンじゃなくても見たいと思うわけですよ。私見れませんでしたね。見れたのはたまたま休憩時間に堀内タコがサンキューって言ってるあれしか見れませんでした。まあそれがちょっとね、でミレニアム問題ですか、千年に一度のとかっつって、多分世の中ねカップルがイチャついてんだろうなと。そんな時にね、こんな寒い日にね、雪降って寒い日に俺は何をやってんだろうというふうにちょっと思いましたけどね。まあそれはちょっとバイトでは残ってる思い出です。まあそんな感じでバイトは間違いなくそのボート部辞めてから頑張りました。でちょっと、一方あなたはところで数学科の学生さんでしょうということで、数学の方はどうだったのということですけれども、まあもちろん大学1年生の最初の1ヶ月で挫折してますので、全然ちんぷんかんぷんでずっと来てたんですけれども、なぜかね大学院には行きたいというふうに思ったんですね。数学が好きというよりはなんかその大学の緩い感じの雰囲気、まあ勘違いしてるんですよ、こっちが勘違いして自由だと、何もしなくていいっていう勘違いですけど、自由だなっていう雰囲気が好きで、もう2年その自由な雰囲気を味わいたいなっていうのがどっかにありました。それで大学院に行きたいと、まあ厳密には修士課程最初の2年間ですねは行きたいなと。ただその後の博士課程の3年間ってなっちゃうと、もうそっちはもう研究者にもうなりますって言っているようなものですから、そこまでは考えてなかったです、うん、だから修士の2年間だけはちょっとなんていうかね、モラトリアムというか猶予期間、人生の猶予期間としてちょっと、数学やりつつその自由な時間を楽しみたいなということで、まあ、やりましたけれども、ただで行けるわけじゃないですね。院試といって大学院入試というのがあるわけです。で数学の問題出ますから、まあ、過去問を取り寄せてですね解きました。でまあそう言っても私分かんないんですよ。分かんないで私だけじゃないんですね、分かんないと思ってるの。何人かまあボンクラってよく自分たちのこと呼んでましたけど、ボンクラで集まってですね、自主ゼミを開きましたね。うん、週に一遍で1週間につき1年ずつ問題解いて、でお互い答え合わせしようなんていう感じでやっていきました。うん、それも結構ね良かったなと。そうすると何年分か解くと大体ね、どういった問題が出るかって大体傾向ってつかめてくるし、解き方もなんかだんだん分かってくるんですね。だからそのすごく因子に出る分野だけに関してはちょっとだけ分かったという感じになって、まあ因子に臨んで、まあなんとかね、大学院に入学することができたという感じです。はい、で大学院は私、まあとある先生のまあ、セミナーに、ね、属して、え私ともう一人で生徒学生2人でその先生の指導、ねに預かったわけですけれども、でその私のもう一人いる、一緒に頑張った同級生は今はもう立派にね、関西のとある大学で、まあ、准教授かないう形で頑張っていますね。すごい出世だなという感じがしますけれども、まあ、あとその当時の指導教官にも非常にお世話になってね、大学院の2年間があったからすごく良かったなと思うことは、セミナーって1週間勉強してきたことを黒板の前で発表するんですね。でその時に発表の仕方っていうのを結構その指導教官には教えてもらいました。こういう説明の仕方をしないと伝わらないよとか、ね、あと黒板、当たり前かもしれないですけど、黒板に字を書いたらその前に突っ立ってたら字が見えないでしょとか、だからちゃんと避けなさいとか、当たり前といえば当たり前かもしれないけれども、そういう、人に説明する時の、まあ、心得とか具体的な行動とか、そういうことを結構丁寧に指導していただきました。
それが高校教員になってからも、生徒さんに説明する時の説明の仕方というのにも生きているので、まあ、大学院にいてよかったなと、まあ、真っ先に思うのはその説明の仕方を、そのセミナーを通じて教科に教わったこと、それが良かったかなという感じがします。で、研究テーマですけれども、すごく計算量が多いテーマでしたけど、逆に言うと計算を一生懸命やればなんとかなるという分野だったんですね。まあ大学の先生がね、私のその能力というか、まあ、これだったらできるだろうというところを見てくれて選んでくれたのかちょっと分かりませんけれども、まあこういう私でもね、見捨てずにね、面倒見ていただいたということは本当にありがたいなというふうに、感じております。で、一応まあ修士というものをいただいたんですけれども、まあ自分ではすごいだろうということは全く思ってません。本当に数学というね、広大な砂漠のような広大な中に立ってる一本の爪楊枝ぐらいの分ぐらいしか分かってないなと今でも思ってます。だからせめてその学部生が習うようなことぐらいはね、分かってから一生終えたいなというふうには今でも思っていて、まあ今ねコツコツあの例えばこういう感じのねテキストとかを、買ってね、自分でこう勉強しています。まあ、今の時代の、テキストというのは、私が学生の頃のテキストよりも結構説明が親切で、独学でも結構やっていける。で、あと今はインターネットも発達しているので、わからないことからトピックスをこう検索すると割となんとか答えにたどり着くことができることが結構多いので、結構なんとかね、独学で割と学部生がやるぐらいのことだったらなんとかある、うん、いう感じがします。もちろんね、まあ、最新の研究、ね、とかいうことだったらそういうのは大学に行かないとできないですけれども、まあ、そうでなければ学部生がやることであれば独学で今の時代なんとかなるので、まあ、コツコツね頑張っていきたいなというふうには、思っております。で、結局最後就職ということになりますけれども、当然ギタリスト、プロのギタリストとしての実力はないということはまず分かってました。だってろくに練習してないんだから。あともう一つね、そもそもどうやったらプロのギタリストになれるのかってのは分かんなかったんですよ。うん。例えば会社だったらその試験を受けるとかってあるじゃないですか。ね。だから何をやればいいの、何かの資格をどっかで取りに行くのかとか、そういうプロのギタリストにどうやったらなれるのかってのは分かんなかったんですね。まあ、今思うと当時習ってた先生にどうやって先生って、ギタリストになったんですかって担当直に聞けばよかったなと思うんですけれども、まあ、結論を言うと資格とかないのでなりますって、で看板をガンって出せば終わりなんですよね。実力は置いといて、それでお客さんが来るかとか商売やっていけるかっていうのは分かりませんけれども、一応店を開くのは結論を言うと誰でもできるんですね。それを後から知ってなんか拍子抜けしちゃったんですけれども、まあ、分かんなかった。うん。で、だったら、まあ、自分が一番なりたいのはプロのギタリストだけど、二番目になりたいのは教員だということで、まあ、教員採用試験を受けようということになりました。で、この話言うと、ちょっと他の人にびっくりされるんですけど、やっぱりね、どんなに勉強ができなかったといっても、世の中的には、東北大学の理学部の数学科って、なんか、数学がすごいできる人っていうふうに思われてるんでしょうね、勝手にね。就職の案内のパンフレットが冗談抜きでこんぐらい積み重ねると、うん、来てました。ろくに読まなかったですけども、だからそれ言うと、私のとこ全然来なかったよ、羨ましいとかってよく言われるんですけども、まあ、大学のね、その名前だけで勝手に、来たのかなっていうのはありますけれども、これでいい気になっちゃいけないなというふうには思ってます。で、大学のその指導教科にも言われたんですけども、お前がその勉強ができないと思っているというのは俺も分かってると。でも世の中の人はそう見ないよと。ね。世の中の人は東北大学の理学部の数学科を卒業しましたって言ったら、相当数学ができる、相当勉強ができるって思うからねと。お前がいやいやそんなんじゃないんですって言ったとしてもそう思わないからねと。ということはどうしなくちゃいけないか、
自覚を持って行動しなさいということは言われました。うん、だからただそこに入学しました、卒業しました、はい終わりじゃないんですよと、自覚を持って行動しなさいと、うん、まあ、いい意味でのプライドを持ちなさいということを言われたので、まあ、それはね今でもこう緊張感を持ってね、まあ、過ごしていかなくちゃなというふうには思っております。はい、でまあ教員採用試験受けるわけですけれども、これも大学院入試と同じような感覚でやりました。まあ大学院2年生の時に受けたんですけれども、過去問を何年分か解いてですね、教育法規を覚えたり、まあ、あとは作文練習したりして、うん、まあ、結構当時は今よりもね、試験倍率高かったですから、うん、控えめに言って多分20倍以上あったと思うんですね。今は10倍いかないですから、ですけれども20倍以上あったと。でも、割と難なく結果的に言うとね受かりました。だからいいというわけでもないんですけれども、まあ、今思うとその面接する人ってやっぱり相手を見てますから、まあ、こいつは使えるってのは使い勝手のいいやつだっていうね、だというふうに思われたのかなと思うので、だから受かったからいいというふうにも言えないんですけれども、まあ、とりあえず就職者先が決まってね、ほっとしました。であとは就職先がどこかなと、今いる家から通えるところかななんて思っていて、期待していたわけですけど、3月に内定来た時に、気仙沼ですと、宮城県の一番北ですというふうになって、ああもう絶対無理だねということになって、まあ初めての、一人暮らしということが始まって、まあ、就職ということになりますけれども、まあ、そこの話はまた次回以降させていただきます。それではさようなら。